星虫は、岩本隆夫のジュブナイル小説。第1回日本ファンタジーノベル大賞最終候補作。少年少女と星虫の7日間を描いたファンタジー。1990年に新潮社より、新潮文庫、ファンタジーノベルシリーズとして発刊されるが、後に絶版。2000年に、そのラマ文庫より、大幅な過筆と改変が行われた版が発刊された。イラストは、 新潮文庫は、道原勝美。ソノラマ文庫版は、鈴木雅久。E 社の船、ぬえ姫新話と並んで星虫シリーズと呼ばれる。NHKFM 放送のラジオドラマ番組、青春アドベンチャーで、ラジオドラマ化された。ソノラマ文庫版の帯に、アニメ化企画決定と書かれ、ウェブサイト、ソノラマ文庫ニュースオンラインにも、 そのことが掲載されたが2020年現在、具体的な続報はない。地球外生命体が確認された近未来の日本、少女ともみが宇宙飛行士を目指して密かにトレーニングをしていた。そんなある日、宇宙から飛来した謎の生命体、星虫が世界中の人間の額に吸着する。星虫には身体能力を大幅に増幅するという効果があり。 拒否反応を示せば簡単に取れることも分かった。剥がれた星虫は絶命してしまうことから、ともみと周囲の友人は共存の道を選ぶ。数日後、友人の寝太郎の家の竹林の中で200年以上誰も入ったことのない森を見つける。そこで地球の悲鳴を聞いたともみたちは一世紀のうちに地球が滅ぶという大崩壊理論を何とかしようと心に決める。 翌日の朝、セイム虫は巨大な虫のように成長し、トモミともみとねたろうを除いたクラスメートのほとんどが外していた。さらに数日経つと頭を覆うようになり、鳴き声を発してガラスが割れるなどの被害が出始める。それでも外すのを拒んだ二人はねたろうの蔵に住まうようになる。星虫が時々目の前を満天の星を映し出すのを見て、 ともみとねたろうは星虫を宇宙に返そうと考える。しかし、死亡者が出ていることから、周囲は説得する声を荒ら,らげ、ねたろうも疑心暗鬼になってくる。そこで星虫の保有者は、世界で二人だけと聞かされたともみは、星虫を守るために逃げ続けるのだが、ありがとうございます。